はい、どうもこんにちは、 GS 局です。ですね、この度ようやく新車が届きまして、マツダ CX-8 のねスマートエディションなんですけどね、なかなかスマートエディションの、納車動画見たことないんでですね、東京が作ってみましたよという感じでございます。これディーラーでね、撮ってきた映像ですね。色はソウルレッド、2021年モデル。ですね、こっち側の今まで乗ってたアクセラ、マツダスピードアクセラ、264馬力 2.3 リッターターボですね。これからですね、200馬力450ニュートンメートルの、ね、CX-8 に乗り換えるということでね、アクセラ本当ね15万キロ走りましたね。いろんなとこ連れててくれました、ありがとうございました。はい、これ別日です。これはどっかのショッピングモールの駐車場です。いやー綺麗ですね、赤がね、はい、赤が綺麗ですよということで、これね 4K で撮ってますけどね、 4K になってますよ。はい、いやーね、あの長い、でかいですね。あの言われることはマジででかい、マジで赤い、あとアンテナ何本入るのって感じですけどね。まあね、とりあえず運転してるとね楽なんですけどね、まあ見た感じはでかいですね、ひたすらにでかい。いい車ですよ、乗り心地もね最高なんでね、またその辺はおいおいレポートしていきますが、まずは納車されましたというですね、しかもスマートエディションというね、あのリーズナブルプライスの、スマートエディションディーゼル、こちら、見ていただきました。どうもありがとうございました。それではバイバイ。